こんにちは、ハレです。今回は女子目線で、実はただのイケメンよりも魅力的に感じる男性の特徴を紹介していこうと思います。結構久々になるんですけど、今回は2択形式でいろいろなかっこいいと思う男性っていうのを選びながら、最終的に女性が魅力的に思いやすい男性像というのを結論付けれたらいいなと思うので、そういったことに関する2択の質問をたくさん今回用意してきました。例えばもう本当に簡単なので言うなら、黒髪系男子と金髪系男子どっちが好きかとか、犬系男子と猫系男子どっちが好きかみたいな、まあそういうのになるかなと思うんですけど、まあ、今回はそんなに簡単な質問ではなく、より見て視聴者の皆さんがこれからのご自身の恋愛だったり、まあ、人間関係に活かせそうな2択の質問というのをたくさん用意してきたので、まあ、一つの参考資料として見ていただけたらいいかなと思います。もちろんこういう質問に対して答えるっていう形を取るので、私の個人的な主観っていうのもどうしても入ってきてはしまうんですが、できるだけ女子ってこういうこと思うよねっていう一般的に結構思われがちな主張だったりとかっていうのもできるだけ混ぜつつ、いろんな観点で紹介できたらいいかなと思うので、何か参考になるものがあったら幸いです。もしもこんなが良ければ、高評価、チャンネル登録、最近始めました公式 LINE よろしくお願いします。ということで、早速。今回は全部で11問用意しました。まず1つ目、告白するとき、A、俺じゃダメかな、は、B、付き合ってください。これはですね、 B の付き合ってくださいにしようと思います。まず確かにどっちも結構ありがちな告白のフレーズだと思うんですよね。俺じゃダメかなっていうのとかも、付き合ってくださいの後に言いそうな人もいるし、最初からなんか俺じゃダメかなみたいな言う人もいると思うんですけど、結構このフレーズって弱気な姿勢を感じてしまうっていうのがちょっと一つあります。あとちょっとこの言葉のフレーズを深読みしてしまうかもしれないんですけど、自分が付き合う決定度に欠けているっていうことを自覚している人が言いがちなフレーズなのかなともちょっと思っちゃうんですよね。俺こういうダメなところもあるけど、でも別にいいところもあるぜ、俺じゃダメかなみたいな、この今のヒットフレーズの前半部分を全部抜いただけというか、で結果的に俺じゃダメかなって言ってる、この感じがちょっとなぜか私はすごい感じてしまうんですよね。対して付き合ってくださいは圧倒的に王道で、かつ何も嫌な要素がなくて、これをやっぱ言われて、いや変な告白だったなとか思う人って絶対にいないなと思います。自分がその人に釣り合っているかどうかとか、そういうのをこう考えてしまう気持ちっていうのは本当に誰しもあると思うので、すごい気持ちは分かるんですけど、そういう時こそ堂々と胸を張って付き合ってくださいって言っていただけた方が、もうこれは女子からするとキュンときますね。まあ、今回の最初のタイトルにのっとるのであれば、イケメンだなって思う方でも、俺じゃダメっすかみたいなこと言われたら、ダメなところもしかしたらあるかもしれないとか、そういう風に考えてしまうかもしれません。はい、次、デートの時、お店の後のデートコースをリード、おわ食事中の話をリード。これはですね、食事中の会話をリードで、最近本当に優しい人の特徴って何かなってすごい考えることがあるんです。そのデートコースをリード、すごい理想的、そんな彼氏いいねって言ってくれる人の代表格だと思うんですけど、これって正直誰でもやろうと思えばできることじゃないですか。でも実際にその人の本当の魅力とかを知れる瞬間って、そういう誰にでもできる優しさの中にはあまり含まれていないと思ってて、その人思う気持ちがゆえに出てくる言葉とか、逆に何かを言わないこと、しないこと、引くことっていうのもすごいこれは優しさに入るのかなと思っていて、これは完全に私の個人的な優しさの定義みたいな感じになっちゃうんですけど、なので全部こうやってあげることが優しいとか、自分の周りの人に自慢できるような人っていうのをいい人として見る人もいると思うけど、ちょっと私個人で言うなら、それがなかったとしてもご飯すごい一緒に行った時楽しかったりとか、なんならデートコース決めずに散歩するような感じでもめちゃくちゃ楽しめるような人っていうの方が私は結構魅力的に見えるなって思います。でも女子によってはそういうエスコートをしてくれる人が一番いいっていう風に思ったりする人っていうのも全然いると思うので、これは結構女子によっては割と分かれる話だと思うんですよね。男性に求める優先順位みたいのは、最初に女子のその好みっていうのを最初に聞いておけるなら聞いておいたら一番やりやすいんじゃないかなと思いました。次、3つ目、マッシュヘアはセンター分けヘア。これはセンター分けで、ちなみになんですけど、私センター分けがいいって思ってるわけでは別になくて、この2択ならセンター分けっていう感じなんですけど、マ
マシェアって実は人相学って言ったらなんですけど、顔のヘアスタイルから読み解ける人のその心理的な部分で、自分の本心を見せないとか浮気性の人に多い髪型って実は言われてるんですよね。これってなんか一見言いがかりだろうみたいな思うかもしれないんですけど、確かにこのマッシュヘアとかをしたことない自分でさえも思うのが、こういう風に顔隠して顔を髪で覆いたくなる瞬間って内気ですごい本心を隠したいとか自分の全部を見せたくないって思う時にやりがちだなって思うんですよね。逆に顔髪型をオールバックにしてもう思いっきりスポーツする時の髪型とかにする時ってめちゃくちゃオープンマインド、これは何なのかな、視界の問題なのか分かんないんですけど、髪型とその自分の心身的な影響って結構関係してるなって私は思う時があって、って思ったらこの間実はニュースでも同じようなことやってたんですよね。ちょっと個人的にこういう髪型を通して思うのは、自分が内気だなと思う方だったら髪を上げたりとかするだけでも気分的なものも結構変わったりするので、変えてみるのおすすめかなって思いました。はい、続いて甘党男子は辛党男子、これは甘党男子で、私本当に口がお子ちゃまなので辛いもの食べれないので、あの甘党でこう美味しいスイーツとかを一緒に探して食べに行けるような人だったらすごいいいなと思うんですけど、これって本当に女子全般で言える話だと思うんですけど、自分が行きたいと思うところを一緒に行ける男性ってすごい誘いやすくて、友達の延長線でこんな彼氏さんがいたらいいなとかって思いやすいきっかけになるんじゃないかなと思うんですよね。もちろん辛党な女性もいると思うので、そういう方はもちろん辛党に行くと思うんですけど、和食洋食中華のこの3つで決めるのと同じように、甘いもの系で食べるのか辛いもの系で食べるのかって大きく分かれるものだと思うので、もしそれを決める時の一つのこう指標に自分がまあ気になってる方とかがいたら、その子が甘党なのか辛党なのかみたいのは序盤の方で聞いておくと、これはすごいやりやすいのかなって思います。私個人としてはもう圧倒的甘党なので甘党の方が好きです。はい、次、いつもクールな表情は愛嬌や屈託のない笑顔、これはもう圧倒的に愛嬌や屈託のない笑顔なのではないでしょうか。笑ってる顔ってすごいその場がハッピーになりますよね。男性とかだとクールな顔で決めっていう感じでそういう自分を演出しようとする方とか素でそうなってしまう人も多いと思うんですよ。でも実際すごい魅力的だなと思うのって、もうよく笑ってる男性とかすごい面白いことが大好きな人とか、あとそれ以外でも皮肉っぽいジョークを持ってる人とか、そういう笑いが溢れてる方って一緒にいて本当に楽しいですよね。そういう方を見てる時の方が最終的に隣にいたいと思う回数がものすごい増えるなって思います。逆にクールな方っていうのはどちらかというとめっちゃ極端かもしれないですけど、こう置物と言いますか、自分と乖離した状態でその状況を保っていただけてるんだったらもう全然いいですよっていう感じなんですけど、そうじゃない時にこの人も何話せばいいんだろうって困っちゃうかもしれないです。これあんまり私は動画で言ったこともないんですけど、インスタグラムとかでカフェの一角で横向いてなんかみたいなこう顔して写真撮ってるイケイケ系なお兄さん方いらっしゃるじゃないですか。私結構ああいう方がちょっと苦手なんですよね。すごいかっこいいんですよ。本当にその1枚しか分かんないので、それ以外はもうめちゃくちゃちゃけてるのかもしれないですけど、そういう一角とかそういう自分がいいと思ってその写真を出してるわけじゃないですか。そういう一面を見るとこの人はそういうキャラクターなんだって思っちゃうんですよね。そういうクールなキャラクターをそのかっこいいかっこいいと拝めるような女の子と一緒にいればいいんじゃないと思うんですよね。私はもうふざけたりとか笑える男性と一緒にいる方が楽しいなと思うし、世の中の女子全体で見てもなんやかんやそういう方の方がモテてるなっていう印象があるので、ちょっと今回はこっちにしました。続いて、嫌いなものが似ているは好きなものが似ている、これは嫌いなものが似ているでいこうと思います。まず嫌いなものが一緒だとどこどこに行かないっていう選択肢を合わせることができるじゃないですか。ここには行きたくないねとかこれはしたくないよねっていうのが一緒だとベースが一緒になるので足並みを揃いやすいと言いますか。あとは逆に好きなものが違った場合っていうのは相手の好きなものを新しく知ることができるので、好きなものを自分が増やせられるっていう感覚になるかもしれないですね。でさらにもう一個言うのであれば、その嫌いなものが一緒っていうことの方が実は好きなものが一緒っていうものよりもその精神的な結びつきっていうのは大きくなる傾向があるんですよね。もうこれは心理学的にもかなり有名な話というかよく言われているんですけど、女性って
って本当にコミュニティを作って輪の中でこういろんな話をして共感したり、いろんな感情を共有して一緒に仲良くなっていくっていう属性を持ってどんどんこう進化していった生き物なので、まあ、好きなものの話をする時が一番盛り上がるのではなくて、むしろ嫌いな話の人をしたりとかスキャンダルとか何でもいいんですけど、そういうマイナスな部分を切り取ったような話をしてる時の方が盛り上がりやすかったりするんですよね。これはある側面で言ったら性格が悪いと思うのかもしれないんですけど、嫌いなもので話が盛り上がる時ってもう純粋に普段は他の人に言えない本音を言えたっていう気持ちになるじゃないですか。なのでそういう部分をより親密に感じやすいのって嫌いなものが一致してる時だなって思います。やっぱり私は嫌いではないけどまだ好きでもないものとかってたくさんあるんですけど、そういうもので相手がこれめっちゃ好きっていうものがあったら、あ、自分もそこ行こうかなとか結構思えるし、逆に相手がまだ知らなかったもので私がめっちゃ好きなものとかがあったらどんどんおすすめしたいなとか思ったりするので、こういう部分でもとっても今の回答は嫌いなものが一緒になるかなと思いました。続きまして、次、よく似た趣味を持っているおは全く別物の趣味を持っている。これはよく似た趣味を持っている方でいこうと思います。例えばご飯とか話してる時とかに、多分皆さんも経験あるんじゃないかなと思うんですけど、自分が最近聞いてたなと思ったアーティストの名前を、私この人好きなんですよねみたいなパッと言われた時のえっみたいな感じって経験ないですかね。まあそういう自分が思い浮かべてる好きなものを何かパッと言われた時の感動具合ってすごい強い衝撃を持ってるなって感じます。これは実は私比較的最近なんか逆の経験をしたことがあって、あるその知り合いの方でものすごいこう野球観戦が好きな方がいたんですよ。で私野球観戦結構皆無というか、過去にその小学校の時の修学旅行で日ハムの観戦がその修学旅行に組み込まれて見たことっていうのしかなくて野球興味なかったんですけど、その人がその話をしててするの、そしたら近くの女性で野球観戦が好きだった方がいたみたいで、その話を聞いた時に、あ、私も好きですみたいな言ってた時のもう話の盛り上がり方ったらもうあれしないっていう感じだったんですよね。さっきの好きなものが似ているは嫌いなものが似ているみたいな話もちょっと近いかもしれないんですけど、それ以上に趣味って自分の人生の一部みたいなところもあると思うので、よりこういう自分の一部になりうるものに関しては好きなものが似ている人の方がなんやかんや共通点というかより親密に感じやすいものを持ってるんじゃないかと思います。続いて、好きな芸能人に似ているおば元彼に似ている。これは結構究極かもしれないんですけど、これは元彼に似ている。でこれってなんか結構今日のタイトルで言うそのイケメンである人よりも魅力的に見える人の特徴っていうところにすごいなんかかかってくるところだなと思うんですけど、好きな芸能人に似ている人と確かにわ素敵だみたいな風に思うんですよ。なんですけど実際問題、そういうちょっと似てるなみたいな人に出会ったとしても、言い方ほんと申し訳ないって感じなんですけど、劣化バージョンみたいな感じになるわけじゃないですか。その芸能人のことが好きっていう時点でいろんな作品を見たりとかそのまあ雑誌だったりとかいろいろ見てるわけじゃないですか。なのでその一方的にいろいろ知ってるっていう、知っててかつイケメンっていう人をこう見てたりするので、それよりも劣らない顔の、しかも初めて会うような何の情報も知らない人見て、どっちの方が魅力的に見えるかって言ったら圧倒的に芸能人の方が魅力的に見えるので、この人よりは劣るな、最初はすごい綺麗だなみたいな、この人に似てるなみたいな思うかもしれないけど、後々で鼻と口は似てるけど別に目似てないよねとか、全体的な雰囲気は似てるけど身長がちっちゃいよねとか、そういう荒探しみたいなことに繋がるなって思うんですよね。対して元彼に似ているっていう方は逆に芸能人の似ている人と逆で、最初に中身を知った気になるんですよね。なんせ自分の今まで付き合ってた人ってこういう人だったっていうのがあるから、そこと当てはめてしまうというか、この人は前こんなに優しい性格だったっていうことは、この顔が似ているこの人もそういう人なんじゃないかみたいな、まあ、もちろんここまでその極端にその性格を押し付けみたいなことはしなくても、今まで普通の男性になったら気づかなかった優しさみたいなところを優しいとそこに気づいてしまったりとかっていうのがありますよね。なので元彼に似ているっていうのはもうそれだけでめっちゃ恋愛において有利だと思います。すごくイケメンしか付き合ったことなければ比較的そういうのも高くなるかもしれないんですけど、でも誰しもそんなイケメンだけとしか付き合ったことない人なんてなかなかいないですよね。だから大体は何人か付き合った中に一人ぐらいは別にそんなにイケメンじゃない人がいるとか、なんなら全然イケメンじゃない人ばかりと付き合ってきたとかっていうのも全然あるので、こういうところも踏まえると元彼に似てるは結構最強な要素なんじゃないかなと思います。続いて、刺激があるは安心感がある。これはもう
圧倒的安心感じゃないですかね。刺激があるっていうのはね、すごい楽しいんですけどね、長くは続かないですよね。その刺激が入り口で入ってるから、刺激がない状態が続いたら、そのこの恋愛は停滞したと思ってしまうわけじゃないですか。でも安心感から入ってると、安心感があればその刺激がないっていう状態でも長く続けることに違和感がないので安心感かな。ただ刺激が好きっていう女子は、ね、非常に多いんです。ロマンチックな男性の方が素敵だなって思う瞬間っていうのはすごく多いんですよね。なので私は個人的に常日頃からの安心感っていうそのレベルがちょっと基準として上げてる状態っていうのが個人的にはおすすめかなと思います。具体的に言うなら、例えばその、まあ、刺激があるっていうのは今回で言うとロマンチックな演出が多かったり、でもちょっと衝突も多かったりみたいなことを今回はちょっと刺激と仮定しますが、そこまではいかなくても常日頃からちょっとしたプレゼントをあげるとか、例えば喧嘩とかも一回喧嘩したとしても、まあ、その後に絶対に解決するまでその話をやめないとか、でそしたら続いていくによって解決するためのルーティンみたいなのができやすくなるじゃないですか。なので最終的には安定感にもつながってるし、でも刺激的な恋にもなってるしみたいな状態になりうるんじゃないかなと思いますね。どこにも僕は行かない、自分が安心感を売りにやってるのであれば、ちょっとそれはもうちょっと刺激があるようなものにちょっとだけ基準を上げていただいてシフトしていただくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。続いて、メールが淡白おわメールが多い、メールが多い方でいこうと思います。会えない時間の距離感ってものすごい大事だと思うんですよね。これはもちろんカップルって同棲してる方とか結婚してる方とかだとまたちょっと話が変わってくると思うんですけど、付き合ってない段階とか同棲とかしてないっていう段階だと、会えてない時間にどれだけお互いのことをお互いが思えるかみたいなすごい大事なところだと思うんですよ。特に付き合ってないとかって段階になると、その人のことをこう忘れる瞬間が多ければ多いほど、別に自分ってこの人のことあんま好きじゃなかったんだっていう自覚値にもつながってしまうので、そこはできるだけ LINE とかメールを多くなっていた方が結果的には有利だなと。逆にそのメールがなくなった時に物寂しさみたいなのがすごい出てくるので、そういう意味でも相手に寂しさを植え付けられるという点でもメールが多い方が私はいいなと思います。透かしてる男性とかで多いのが、メールとかは全然しない、絵文字とかも淡白一文で返すとか、業務的な連絡しかしないとか、そういう方は結構見かけますが、本当見た目の良さだけで付き合ったっていう、本当中身すっかすかな恋愛になってしまうので、それは良くないなって思います。最後、絶対に浮気しないが束縛はどっか行ってしまいそうな自由主義。これはもう、はい、私はどっかに行ってしまいそうな自由主義でいこうと思います。もうこれは本当個人的に、私がもう何かを縛り付けられたりとか、時間制限を設けられたり、何時までに帰ってきなさいとか、それだけじゃなく他の男の人にこうしないでとか、そういうのを言われると、その信用されてないのってすごい思ってしまうので、それがすごく嫌になってしまいますね。そういう信用してないって逆を裏を取ると、相手がそれをしてきた経験があるとも言えると思うんですよ。その全然恋愛関係に発展しるわけもない男性と、例えば2人でご飯に行ったっていうことを起こるような男性っていうのは、逆に過去に恋愛関係に発展しうることないようなと思ってた女性とセフレになったことがあるとか、そういうことを結果的に経験してるから怪しむわけじゃないですか。まあ、深層心理的に、だからこの人もそういうことしたことあんだなとかっていうのは自分が逆読みしちゃうので、こういうことされるのはむしろちょっとなんか性格的にあなたの方が浮気心なのではないかと私は疑ってしまいますね。恋愛関係になっていく中でどういう側面を出されるかによって、よりその人のそばにいたくなるか、あるいは他の男の人もちょっと見てみたくなるなみたいなのって、その男性の言動にかかってる部分も若干はあると思うので、こういう部分をとってもガチガチにその人を固めるというよりかは、不安になった時こそあえて、あ、行けばいいよ別にみたいな、全然そういうこと言っちゃえるぐらいの方が、何言ってんの私行かないってそんなって言いたくなります。はい、もう完全な天の弱ですね。はい、ということで、まあ、今回いろいろ紹介していったんですけど、いかがでしたでしょうか。結構たくさんの項目を設けて、まあ、いろいろ紹介してはいったんですけど、もしもそっちの女性って結構 A だと思ってたけど意外と B なんだねとか、まあ、いろいろ見ていく中でいろいろ意見がこうあったのではないかなとも思うので、そういったことに関しては参考にしていただけたらいいなと思います。まあ、それ以外でも、あのこれとこれだったらどっちが女子は好きですかとか、そういった質問などもコメント欄などにいただけたら、次の機会にまた動画として出せたらいいかなと思っています。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ハルでした。バイバーイ。